A クラシックアドバタイズメント 4-1A-2 ジャケット A-2 フライトジャケットとは、第二次世界大戦中のアメリカ陸軍航空隊の飛行兵に着用された軍用フライトジャケットである。略式にボマージャケットとも呼ばれたが、そのオリジナルの故障は、下記パイロットジャケットであり、戦時中は操縦士にも、爆撃機勤務の搭乗員にも着用が限定されていなかった。 飛行兵たちは自らのジャケットを飛行中対象や背中に丹念に書き込んだアートワークで飾ることが多かった。独立のアメリカ空軍が結成されたのは第二次世界大戦終結後。それまでは陸軍の航空部隊だった。A-2 型飛行用ジャケットはアメリカ陸軍航空隊により1927年に 採用された A-1 型飛行用ジャケットの後継として正式化された。形式故障表では、軍務に用いるにあたっての試験の日付を1930年9月20日と記録しており、正式化は1931年5月9日だった。A-2 型のための軍使用番号は94から3040である。 製図用番号は30から1415が与えられた。1943年4月27日、A-2 は限定採用品に指定された。これは勤務中の部隊が補充品としてだけ発注できることを意味していた。新設部隊は B-10 型か B-15 型のような布製ジャケットを支給されることになっていた。 アメリカ陸軍航空隊のクラス13カタログでは、この衣服を、ジャケット、飛行用、形式 A-2 としてボノし、スペックナンバー94から3040を、付記している。カタログでは、ジャケットの構成を、防水した茶色の馬の舐めし側、余れた袖口を追い、および腰帯びと記述している。構成上は A-1 と同様であるが、 A-1 の全中心のボタンはジッパーに、ポケットフラップのボタンは隠された、ドットボタンに変更している。A-1 では、リブ製の立った襟は、ボタンループで留められていたが、A-2 では、シャツカラーの革製の襟と、隠れた留め金、および喉の位置に設けられた、ハリホッカ方式の掛け金に変更された。肩部分には、エポレットのデザインに追加された。 サイズは32から54まで2インチピッチで登録された。A2 ジャケット実際の仕様は制作した会社によってわずかに異なる。また一つの制作会社における契約の中でさえ全ての A-2 ジャケットにはいくつか際立った特徴がある。両脇のドットボタン式のフラップが付いたポケットにはハンドウォーマーが付けられていない。その理由は ポケットに手を突っ込むことは、軍人の仕草として、不適当であったためである。シャツスタイルのスナップダウン形式の襟、検証、あんだ袖口と腰帯、衣服にかかる張力を制限するために一枚側で作られた後ろ身頃などがある。第二次大戦前は、襟は、ワイシャツのように、大襟付きの型紙だったが、大襟なしの型紙に変更された。 しかしラフエア社とペリー社は製作にあたりずっとダイエリー仕様の型紙を使い続けた。戦前から戦時中に作られた大部分の A マイナスにはベジタブルタンニングまたはベジタブルとクロムの混合な飯による馬鹿で製造されたが一部の A マイナスにはヤギ革や牛革から製造された。スピーワック社とドニガー社製のすべてのジャケットは ヤギ側から作られた。またケーブルレインコート車、JA デュボー車、ブロンコ車、ペリー車とラフウェア車製品にも例がある。戦時に供給された A-2 ジャケットは、広範囲で多彩な色展開で作成されたが、大別すると2種類ある。アザラシの色、シール呼びラセットである。大部分のシール色のジャケットは、戦時中に摩耗と退色を防ぐためラセットから、 再染色されており、いくつかの契約では、航空用、比較21996のように、当初からすぐに、シール色に染められた。一般的に最初のニットの袖口は、地の皮の色にぴったり合うか、そこそこ適合したが、例外もあり、航空用比較の錆びた赤色に、安価色の袖口ニットという組み合わせの製品も、存在する。ジッパーは鉄、または、 真鍮で製造され、また少数が滅キされたニッケル製だった。名の知られたジッパー供給元は、タロン社、クラウン社、コンマー社とクイック社であり、中でもセンジ、戦時の A-2 生産については大多数のジッパーをタロン社が供給した。現代のような大きい着心地のジャケットと異なり、原型の A-2 の外観は、今日の我々には、 むしろしまった着心地のジャケットである。また、当時の写真と映画では、体によくかなって着用されているジャケットが、示されている。これはきつめに外見が見えるか、または、少々大きめのサイズで、体型に不似合いである。これは、原型の A-2 が、当時の痩せ型の男性に適合するよう作られており、現代の男性の着用には、 肩がきっちりと合いすぎるようである。これは特に戦前に契約された衣類、例えば1933年のウェーバーと1938年および1940年の航空用比較に当てはまる。当時の写真と映画からは通常 A にはシャツ、もしくはシャツと航空服の上に着用されていた。航空兵は当期の作戦または 高高度の任務では、通常ムートンレザーのジャケットか、電熱航空服に着替えた。A-2 ジャケットは、基礎的な飛行訓練を終了し、もっと進んだ過程へ進む前の陸軍航空隊員に対して支給されていた。通常の支給方法ではなく、航空兵は、様々なサイズのジャケットを収めた箱の前1列に並び、 呼吸係証拠が適したサイズのジャケットを交付した。A-2 は航空兵にとっては宝物であり、所属する部隊と同様、誇りを持って着用された。航空兵は様々な勤務先の基地を転身したため、しばしば船体パッチや階級章を加えたり外したりし、時折飛行させた航空機の形式や、または飛行機に描き込んだノーズアートのコピーである。 アートワークを入念に作り上げた。爆撃機搭乗員は、彼らのジャケットのうぜん身ごろに、任務を完遂した数を示す、小さな爆弾の印を加えた。その結果、所有者が舞台を変えたとき、様々なサイズのパッチが除去されたり置き換えられたため、多くのジャケットは、幾多の張り跡だらけになった。海軍の搭乗員は、これと異なり、 今までに飛んだ船体のすべてのパッチを付けられたが、アメリカ陸軍航空隊の勤務員は彼らの現在、所属する任務のパッチしか縫い付けることができなかった。陸軍航空隊のエンブレムはよく左肩に、縫い付けられ、塗られ、または、プリントによって表現された。特別な空軍のような場合、しばしば右肩に表示された。A-2 は、 アメリカ陸軍航空隊の象徴であるにもかかわらず、1943年、HH アーノルド将軍は B-10 を呼び、B、B-15 のような新型の布製防寒ジャケットを支持し、これ以上の革製ジャケットの製造契約をキャンセルした。言うまでもなく、アーノルド将軍の航空兵に対する人気は、その決定によって改善されることがなかった。 布製ジャケットへの移行の後であっても、既存の部隊はまだ大体用の A-2 を発注でき、生産は1944年まで続行させられた。また搭乗員が流行の服を着続けるのを防ぐことはできなかった。数多くの写真では、朝鮮戦争で投入された F-82 ツインムスタング及び F-86 セイバーの搭乗員が、 明確にオリジナルの A-2 を着ており、それは10年前の支給品であるか、あるいはもっと新しいジャケットを彼らの現在のサイズに合わせたものであることを示している。戦闘機パイロットはしばしばコックピットを暖房しておいたが、彼は戦闘に際して A-2 をより素早く着ることができた。ジャケットの軟着下には任務とする領域の地図が裏に縫い込まれていた。 それはうまくいけば撃墜された時にナビゲーションのために使われるはずだった。何着かのジャケットは裏または背中の外側に布または皮にプリントされたブラッドチットを縫い付けた。これは撃墜された飛行士を助けた一般人に特定の報酬を約束するものである。特定のヨーロッパ戦線の舞台では戦闘機エースの特権は 赤いシルクで打ち張りをすることだった。エースの称号は5機の空中戦火を確認した上で、該当者に与えられた。戦時の初期における写真では、すべての爆撃機搭乗員の外見が a マイナスに着用であることを示しているが、爆撃機の達するコードでは、それらはさほど役に立たなかった。いくつかの機種では、操縦士と副操縦士が、搭乗員の休憩時に、 原始的なキャビンを暖房し、広報紙、爆撃種、重種、無線種が a に起きたままでいられるようにした。そして通常時には彼らは、重いムートン製の B-3、3または、アンジ4を着込んだ。これは寒気に長時間耐えるにはより良い製品だった。当時の写真では、搭乗員に着用された a には、重ね着された衣類の下に着込まれており、 気張らない写真では、集団のすべての階級にある登場員が a に起きていることを示している。戦争を通じて A-2 の認知度は高まり、これを求める要求も高まった。航空関係の乗務員や飛行勤務についていない、少数の選ばれた勤務者は a にジャケットを通常の入手経路から得ることができた。ダグラス・マッカーサーや、 ジョージ・パットン、グレン・ミラーのような人々もこれを入手して着用した。小さな内職工房がすぐに現れ、特にイングランドにおいて A-2 型ジャケットがこれを手に入れられない GI 向けに作られた。陸軍は1943年中期に革のジャケットの新規購入を停止し、これは問題となった。失望した飛行士たちは より望ましくない布製ジャケットを着て、戦争に赴かざるを得ず、また、彼らが損傷を負ったり失ったりした、A、A-2 を取り替えることはできなくなった。その結果、第二次大戦時の飛行士によって着用された、少数の戦時のジャケットは、確かに歴史的な価値あるものだが、元のオフの使用書に、忠実な作りではなくなっている。オリジナルの戦時に作成された、 A-2 ジャケットは希少であるが入手不可能ではない。先着のうち10着が1931年から1944年の間に作成されたもので、少数の古いストック品のジャケットが1940年代後半の遥か後になってから出ている。A-2 が標準のアメリカ陸軍航空隊軍の装備品ではなくなり、生産中された時のものである。 このようなオリジナル製品の価値は幅広く、製品の状態、製品の来歴、パッチやアートワーク、またはサイズなどに価値が委ねられている。オリジナル製品の大部分は今日通用しているサイズよりもかなり小さなサイズシステムを使用した。わずか3から4インチの緩みが胸サイズとしてタグで示された。言い換えると製造会社に従えば、 原型の42のサイズは、現代の40か38のサイズに近しい。原型の第二次世界大戦時のジャケットは、オークションにおいて800ドルから5000ドルの値が付けられ、通常は1000ドル程度で売られる。国立米空軍博物館は、原型の A-2 ジャケットのコレクションを保有する。このほとんどが、空軍パイロットの家族によって寄付されている。 50着をくだらない数が、博物館中至るところで、常設展示されており、これには、ジェームス・スチュワート将軍の A-2 のような、多くの歴史的なジャケットも含まれている。1着の A-2 は、アバグ・フライング・タイガースのもので、もう一つは、新珠湾攻撃中に離陸していた数少ない、航空兵の着用品の一つである。1988年に、 アメリカ空軍は、再び A-2 を供給し始め、空軍内の関係者たちの A-2 ジャケットを再供給しよう。という長年の努力は、最終的に成功した。海軍が、これまで、その G-1 カワ製飛行用ジャケットの供給を停止しなかった事実は、空軍操縦者と搭乗員のすべての世代が、彼らの海軍の戦友に対して、 何も感じずにいるのに失敗したことを意味した。その祖先が半世紀前存在したように、現在も供給される A-2 ジャケットは空軍パイロットとクルーの間にその居場所を保っている。現代の空軍における A-2 は飛行機搭乗員の面々及び宇宙活動を行う人員の衣類として公認されている。彼らの任務と資格を完遂したものだけが、 基本的な航空上の資格とは対照的に着用を許可される。こういった必要条件は空軍飛行士の間でさえこのジャケットを非常に重んじるものとした。最後期のデザインはいくつかの点で元の使用書と異なっている。それはより大きめの着心地があり、素材はヤギ革のみミディアムシールブラウン色だけが生産される。 第二次世界大戦時の操縦士と異なり、現代の空軍操縦士は、彼らの A-2 ジャケットを塗り直したり、どのような方法であっても、外観を変更するのを許可されていない。この公式の方針は、塗料が可燃性で、火事の危険を引き起こしかねないためである。現在、A、A-2 に使用されるヤギ革は、特殊な難燃性の薬品で舐めされる。 最終的に登場員のネームタグは左前見頃の上に配置された。また、主任務、アメリカ空軍司令部、もしくは戦闘部隊のコマンドシールドはマジックテープ仕様で右側に配された。第二次大戦当時からのものであるので、直接縫い付けられることはなかった。1996年、クーパースポーツウェアー社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 防衛兵団センターと A-2 ジャケットをより機能的で着心地を改善するよう再設計する契約を結んだ。サイドエントリーポケットがパッチポケットに追加され内部に財布用のポケットが加わった。着心地に関してはアームホールとチェストサイズを大きくした。また首の部分の留め金も廃止された。こういった変更は世界中の人気がある場所。 例えばトルコのポップスレザーや韓国の多くの店へ、以前からメンバー自身が持ち込んで行っていた。今やこうした修正は、公式な供給品の一部となり、航空機の搭乗員自身が追加するものは、許可証と他の裏身ごろだけとなった。家内産業が、第二次大戦中の A-2 ジャケットの需要を、満たすべく登場したように、現在もそういったメーカーは未だに存在する。 a にはそのスタイルから全く逸脱しなかったため、生産は終わることは全くなかった。長期にわたり、それは原型である戦時のデザインと比較して、スタイルと正確さにおいて異なっていた。しかし、その外観は1950年代から1960年代の著名な映画とテレビ番組のままだった。1970年代中期。 いくつかの小さな会社では、オリジナル主義者も満足するような、可能な限り原型の、戦時の A-2 に近づいた、非常に本物らしい複製品をデザインして製作する、ことを開始した。戦時型の複製にあたり、しばしばオリジナルの解剖から、リバースエンジニアリングを通じて、知識を得て、まさしく選ばれたかは、すべてが、免死 本物の第二次大戦時の在庫である古いタロンジッパーを使用し、彼らは価値あるオリジナルを痛める危険性なしに毎日着られる戦時のジャケットを効果的に再現した。いくつかの生産会社は特定の第二次大戦型へマイナス2の生産が縮小されると細部の詳細さのためならば遠方でも尋ねた。このような詳細さに対する対価は安くはなく、 これらのジャケットは800ドル以上の価値がある。こうした最高品質の製品の製造会社には以下のようなものである。再現された A- マイナスには日本において最も人気があり、再現されたアメリカもののヴィンテージ衣類のコレクター市場が存在する。 それらの多くは限定版であり、西側諸国で受け入れられず、価格は最高で他国でのハイエンドな複製品の2倍は、する。釣り上げられた値段と限定品の有効性が、日本のコレクターには、プレステージ性を増幅させている。通常の値段が付けられた、A、A-2 ジャケットは、今日ではただ本物のスタイルに近いというだけのもので、 下にゆったりした服を着用することを意図し、オーバーサイズの肩幅と袖をつけ、機能のない袖口とペンポケット、そして羊皮のように柔らかい素材が使われている。今日、アメリカ空軍で契約している、クーパー社のような製造会社が作る A- には、より若者向けにウエストシェイプにカッティングされた型紙を使用し、一部の元操縦士たちは、 もはや旧来の A-2 が彼らの体型に合わないことを発見した。ギブソンバーンズ社は戦時オリジナルよりも気前よく大きさを設定するという誠実な複製品で知られる。l l b ン市場では一種のジャケットをフライングタイガージャケットと呼んでいるが、これは A-2 の原型のデザインに禁じさせたもので、しかしサイズは もっと太った体型の男性に合わせてより、同じく痩せた男性にも合わせられる。これらのジャケットは、クーパー社や他の普通の大きさの A-2 が、サイズに合わず見つけられない人々は、重宝している。もしクーパー A 社の A-2 があまりに肩幅が大きく、あまりにウエストがきつければ、フライングタイガーのジャケットはよく合うかもしれない。これは、ヤギ側でできており、 裏身頃には、アセテートレイオンのサテン職縁が使用されている。これは編んだ袖口と腰帯が付けられ、防風用に革の肥浴がジッパー部分を隠している。パッチポケットの上部にスナップボタンのフラップが付いている。さらに、手の温められるポケットが追加されている。またフリース製裏身頃の断熱されたバージョンも購入できる。これらのジャケットは、 ヤギ川で作られ、耐水性も有する。アビレックスは、A、A-2 ジャケットの復刻版を製造するため1975年に設立された。ニール・クーパー USA は、第二次大戦時にあった、クーパースポーツウェアー社と同じ会社ではない。ただ、ニール・クーパーの祖父は、初期の会社を率いていた。また二つの会社はそれぞれ、当時、 アメリカ軍に A-2 ジャケットを供給するという契約を結んでいた。1990年代に活動していたウィリスガイガー・アウトフィッターズは現在消滅しているが、オリジナルの1930から 31A-2 を供給したという売り文句にクレームがついた。これは陸軍航空大軍とこの会社で契約が結ばれた事実が発見できず、 またこの会社は、オリジナルの A-2 を持っていなかったことによる。ただしウィリスワンド、ガイガー社は、第二次世界大戦当時、海軍に、かなりの量の飛行用ジャケットを供給している。初心者のコレクターは、第二次世界大戦時に、オリジナルの A-2 を供給したというような、企業が歪めて宣伝するジャケットを買わないよう、情報に注意する必要がある。 いくつかのハイエンドな複製品は驚くほど出来が良く、人口に加えられた若干の経年劣化、または時代を示す表情などに対し、コレクターは自分が潜在的に買っているものを確かめるように注意しなければならない。a マイナスにジャケットは多くの映画で見ることができ、b マイナス五十一マスタングやコルト四十五後継オートマチックなどと同じように、 アメリカの軍人を代表するものになった。グレゴリー・ペックや、ジョン・ウェインなど、歴史的な俳優は、A、A-2 を着用して、大写しとなり、これらが有名になるのを助けることとなった。1950年代には、A、A-2 はモーターサイクル用のジャケットへと役割を、移し、これは、急速に独特の様式へと変わることになった。テレビ番組、ハッピーデイズの中で、 フォンジー役のヘンリー・ウィンクラーが着用したジャケットは A-2 ジャケットの派生型の一つである。1960年代から1970年代にかけ A-2 は大きな予算を組んだ第二次世界大戦の映画に再登場した。例えば大脱走パットン大戦車軍団や人気のあったテレビシリーズホーガンズヒーローズでボブ・クレインが演じた 方眼大佐の衣装などに用いられた。これと同じジャケットは映画スタジオのコスチューム制作部で作られ、フランク・シナトラが映画脱走特急で着用した。特攻野郎 A チームでドワイト・シュルツが演じた元パイロットのマードックは独自の A-2 ジャケットを着用した。これは背中に独特の虎柄を描き、さらに、 DA 難1970という文字を書き込んだものである。彼はこれを番組の5シーズンを通して着用した。ありがとうございます。